中国の建国73周年を祝賀し、東京都内でレセプションが開催されました。日中国交正常化50周年を迎えるにあたり、中国の高原油駐日大使は日中関係のさらなる発展に意欲を見せました。中日关系站在了一个新的历史起点，也来到了何去何从的关键路口。昨日開かれたレセプションには、日中国交正常化を実現した田中角栄元総理の長女である田中真紀子元外務大臣ら、日本の政財界などから300人余りが出席しました。孔大使は国交正常化以降の日中関係を振り返り、最も発展し両国民に恩恵をもたらし、この地域と世界に影響を与えた50年だったと評価しました。その上で、一層成熟し安定した健全かつ安全な姿で次の50年を迎えなければならないと、今後の日中関係についても意気込みを語りました。新型コロナウイルスの影響で対面形式でのレセプションの開催は3年ぶりです。